皆さんこんにちは、なるほどてです。今日もにゃんこ大戦争で遊んでいきます。さあ今回は最高の地図でしたっけ、こちらですね、完成完了してます。最高の地図のあのですね、ステージを遊んでみたいと思います。お、精神と時間の迷宮ですか。こちらはどの子が出てくるかちょっとわかんないですけど、私も初めてですからね。しかも必ず経験値200万ですか。お、極ムズ。やってみましょうか。なかなか極ムズクリアできないからですね。私も衝撃でやっとクリアできるぐらいですからね。衝撃でもキャラクターによってあれですけどね、なかなかできないですよ、クリア。さあ、こちらはワンちゃんですか、ダックスフンドちゃんですか。さあ、未だにちょっとお金貯めますか。何のキャラクター出てくるかわかんないから、あ、待ち、あ、ちょ、お、ちょ、ちょ、危ない。配置変えてましたからね。ちょっとテンションが。七福神ちゃん達成しますか。で、黒いワンちゃんはですよね、ちびがおちゃんが耐えてくださるので、あ、いいんですけど、あ、黒の敵多いですね。ってことは、私、基本的に黒メインで編成してますからね。あの、経験値ステージが、ずっと忘れてるんで、よく。他になんか強い方出てこられたら、ちょっと、ガオさんだけ出してきたりですか。いや、この前のライブで、コスモさんを、シーカさせて、こちらの前田さんをレベル40ですかまで上げましたからね。いや、どんどん強くなってますけど、それでもステージクリアがもうどんどん難しくなってきて、宇宙編一章であれですよね、制限付きのクリアできないからですね。まあ、そこをどうするかですよね、レアキャラで。お、ブラックブンブンさんでしたっけ。まあ、1回なら大丈夫だと思いますけど、まあ、どれくらい強くなってるかによりますけどね。ちょっと待って待って。どういうこと？普通に押されてますね。壁が足りないってことですね。よくライブ中も皆さんから言われます。壁が少ないと。なんかいろんなキャラクター出してるからですよね。足りないですよね、キャラクター。もうちょっとなんか3ページ目とか作ってほしいですけど。ダメですかね。もう前田さんもいつの間にかやれてますね。やっぱ黒だけじゃないからですね。白い敵のカンガルーちゃんもいらっしゃるから。混ざってるからですか。あー、なんか出てきた。ちゃんこ猫ちゃん風の感じの、塗り壁っぽい感じですか。あー、結構、やっぱ、最高のチビだけあって、強いですね、敵さんが。立てますかね。ガオウさんも押されてる。さあ、ニャンココ。これ倍率知りたいですよね。皆さんデータベースでご覧になられてるんですかね。ニャンコ大戦争さんってあれですよね。体力とか、能力値が書いてないゲームですからね。珍しいですよね。感覚でやるしかないですけど。唯一わかるのはあれですよね。お城を攻撃した時の、お城のヒットポイントの減り方で、攻撃力がわかるぐらいですけど、なんでこんなに押されてるんですか。編成、相手のレベル的には全然なんか強くない感じはするんですけどね。まあ、壁が足りないのは確かにそうですね。いや、やっぱ1体の壁多く入れてるか入れてないかで変わりますからね。白い敵が厄介ですか。属性ない方。勝てない。お、黒い敵。あ、白いカンガルーちゃんがいなくなったら、あまり押されなくなりますね。なんか来てる。あ、モグラちゃんが来てる。いやー、これ厄介ですね、かなり。お、いいですね。猫マシンちゃんが耐えてくだされば、
やっぱ安い、壁キャラを入れないといけなかった75円の。お、来ましたか。でもほんと長い戦いになる時ありますからね、ニャンコ大戦争団も。あ、モグラちゃんが厄介。マキシマムさんでしたっけ、 R さんが前どれぐらいでした、1時間ぐらいでしたっけ、デミフラさんでしたっけ、1時間なんか同じステージ戦ってましたっていう方もいらっしゃいましたけど、うわちょっとブンブン先生お強い。お、来ました。いやー頑張るもんですね、耐えるものです。ちゃんとあれですよ、勝利の女神はなるべくに微笑んでくれると、多分さよならって言いながら微笑んでくださるんですかね。さあ、あとはもうゴールするだけですかね。ゴールするだけ、アクションゲーム。いやー、あのモグラちゃんは厄介ですね。モグラちゃんはなんか近接なんですかね、懐に入り込むと攻撃できない敵さんもいらっしゃるみたいですからね。私はどの子かわかんないですけど、さあこれをプレイした私はもう今から、今日土曜日で朝起きたてなので11時過ぎですか、なんかシャワーを浴びてきますね。朝シャンですよ、朝シャン。朝シャンって朝シャンプーでしたっけ、違う、朝シャワーですかね、朝シャンプーですかね、朝シャンってシャンプーですかね、シャンだから。私のライブにシャンシャンさんいらっしゃいましたね。例えば、おお、結構モグラちゃんも厄介ですね。あと時間経ちすぎるとステージ抜けなんかブラックマちゃん出てくる時ありますからね、にゃんこ法なんか温存しておいた方がいいですけど。いやー、モグラちゃん強すぎませんか、ちょっと。まあこちら地図ですからね、そこまであれですかね、ずっと湧き続けるわけじゃなかったんですかね。ちょっとそこは良心的な感じですか。もうモグラ叩きしたくなっちゃう。ワニワニパニックさんとかありましたね、ワニちゃんが出てくるやつ面白いですよね。今でもたまにゲームセンターさんとかありますけど、音ゲーとかも変わらずずっと人気ですよね。昔に比べてなくなったもってたアーケードゲームが少なくなったぐらいですか、かなり。なるほど、アーケードゲーム世代でしたからね。お休みの時一日中ゲームセンターの中でストリートファイターさんとかキングオフファイターさんとか、あとなんとかマージャンさんとかですね、シューティングとかずっと遊んでましたからね。1回20円とか30円で遊べましたからね、昔。さあ、あともうちょっとでクリアですね。さあ、200万経験値いただけるんですかね。おお、大きいですね。あ、猫缶もリーダーシップもいただけると。わ、すごい。たくさんいただきましたね。嬉しいですね。じゃあこれ他にも多分ステージ何種類かあると思いますので、まあ、こっちは粗悪な地図ですけど、そうですね。あ、こっちは3種類ちょうどバラバラ出てきましたね。多分重ならないってことですか、それもちょっとわかんないですけど、ぜひ皆さんもですね、遊んで、アイテムゲットしてみてください。ではですね、今回の動画以上させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。